後崎チャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今日はですね、はい、中日ドラゴンズ、なんとしてもドラフトでいい選手を取って来年勝て。中日なんて言ってました。中日はですね、まあ外野手はもう取った方がいいと。打てる外野ね。打てる外野も野手を揃えようってことで、1位は正木選手じゃないかと、慶応の、はい。そして、まあ、野手は 2,3 人は欲しいよねと、で投手だったらまあ育てる、今充実してるんで高校生でいいんじゃないかって話をねしてましたね、してました、はい。1位ブライト健太、これもあの後もう中日はブライトって聞いてたね、はい、もう収録し終わった後だったね。あ、そうでした、でもね、やっぱこの中日、俺はね、この12球団のドラフトの中で、一番好きなドラフト、中日。へぇ、好き、この思い切っていいねっていう。だからその評価としたら、これがどっかいろんなところがね、脱評価としたら、ひょっとしたら評価点は低いかもわかんない。でも、もう意思がバンバン伝わってくるんじゃん。1位ブライト健太、外野手、2位で駒大の鵜飼、外野手、もうバンバン伝わってくるんじゃん。もうなんとかしようぜバッティングっていう、ピッチャーはいらないっていうね、ところで、あのだからまあ球界としたら正木の評価も高かったと思うの、でも中日としたら、あのまあ中日のウェバーの方が先取れてるから、鵜飼をね先取ったと思うんだけど、だから中日の中の評価としたらブライトとこの鵜飼の評価の方が、まあ正木より高かったんだろうね、まあ同じポジションでっていうところでね。でもまあね、で日の国サラマンダーですよ。サラマンダーズ、めっちゃいいらしいのよ、はい、左ね、だからやっぱピッチャーは1人しか取ってないね。そうですね。で育成指名はなしっていうね、いうところで、はい、まあピッチャーはまあそんな言うほどいらなかったね、まあいるからね、はい、でまあ去年ドラフト1位で取ったあの高橋君っていう若い選手もいるからね、高橋宏斗っていうところもいるし、福島翔太ね、で加藤翼っていう高校生もいるから、まあだから去年も取ってるし、で去年ドラフト2位でね、森日体大も取ってるから、まあピッチャー今年はそんなに多くいらないなっていうところで、まあ1位2位でね、ブライト健太、上武大学、なんか特集で見ましたけど、ブライト健太選手すっごいやっぱり練習量がすごいって言って真面目で、っていうのをそのチームメイトが言ってました。もう練習量じゃブライトには勝てないみたいな。そうなの、はい、じゃあお前もっと練習した方がいいぞっていうそのぐらいだから練習の鬼というか真面目な性格っていうのをチームメイト教えてくれたんですそうなんですか、はい、いい情報くれたんですよ。あ、情報くれたんですよ、俺思っちゃう、じゃあお前もブライトと一緒ぐらい練習してたらいけたんちゃうかって言ってすごいですね。だってブライト選手が184センチだからね、多分今84キロだけど、まあ、もうちょっと多分体でかくなると思うんだよね、で、この鵜飼選手も182センチ、100キロだから、そういった面でもやっぱ打てる、走れる4番だからね、100キロなのに走れるっていうことはよっぽどパフォーマンス能力高いね。そうですね。でこの二人がね、で今平田がねちょっとなんか病気も含めてね、ちょっと体調も悪いっていう中と、まあ大島もねここからベテランになっててどこまでいけるかわかんない、で外野は多分外国人取ってくると思うんだけども、まあ加藤とかね、こういろんなタイプの選手がその同じような選手が多すぎるんだよね、そういったところでは、まあ、この右ねいないからね、あのブライトと鵜飼っていうのは非常に素晴らしい、っていうかもう大好き、こういう偏ったドラフト偏ってるやっぱり1位はピッチャー行きたくなるんだよ、ピッチャーで何人いても困らないから、で毎年すごいって言われるピッチャー入ってくるから行きたくなるんだけど、このロッテとドラゴンズ、あとまあ楽でもねこの後するけども、この野手を行くっていうのはいいよ。そうですね。でしかも2人連チャンで大卒の外国外野、こんなドラフトないから2人でこうガーンって出てきたらすごい、最高よ。だからこれはもうね気にしてみたいね、やっぱ今年優勝予想した俺としてはね、でそういったところでこの1位に良かったね、で3位でね、石森君、ね、石森大成選手、日の国サラマンダーズ、ね、150キロ、左だからいいよね、でまあ左は大野とか松葉で小笠原でリリーフに福で橋本がねこうなんかこうってこうなったりね、する感じがあるから、まあ先発リリーフ、ね、でも1年目からリーフとして期待されるだから、そこに入ってくる感じ、まあ、でも力あったら面白いよね、そうですね、そういった意味ではね、で、4位が宮大成、名前一緒や、あ、本当だ、字も一緒だ、大成、大成、流行ったんかな、あ、そうかもしれないですね、大成とか、あと昴生とかね、あの井上昴生さんでね、で、キャッチャー、だからまあ今は木下で桂とか出てるけど、やっぱ次の世代がいないんだろうね、そういったところではまあこう高校生だからね、非常にいい形で、5位で星野真央選手、内野手、
17歳、はい、豊橋中央高校、うん、で6位福本優馬選手外野、うん、でここでも外野取ってるから、ね、また大卒の大正大大好き、うん、中日、去年のあの去年じゃない一昨年か橋本選手も大正大、はい、大正大大好き、でもだからすごいな3人右の外野取ってるからね、うん、だからこれもしかしたら全員というよりはもう誰かすごい選手になってくれっていう感じですよ ね、うん、ね、あとはねもっと感じなきゃいけない、はい、あの今ドラゴンズユニフォーム着てる外野の選手、うん、恥ずかしいぞお前そんないきなりお前1位2位で外野手取られて、で下位でもまだちょっと足りないからっつって外野手取ってきて、うん、もうあの中にいませんって言われてんのと一緒だよ、頑張って練習して、それこそ、うん、まあ、現役選手も本当にヒヤヒヤしながらこうやって見てるでしょうからね、今頃ヒヤヒヤしても遅いのよヒヤヒヤしてるよヒヤヒヤしてるようなレベルのやつはダメなのよ、はい、それを超えて、え誰誰おいいい選手入ってきたねって言って、うん、誰来ても喜べるぐらいの余裕がある結果出さないといけないんだから、うん、ドラゴンズの外野は本当にこれを肝に銘じて、はい、もうオフ返上でもう練習した方がいいね、うん、本当に、ね、恥ずかしいよ、うん、こんな同じポジション3人も取られて、はい、しかも両全員右、うん、そうですねでもまあ分かりやすいね、はい、もうドラゴンズ言ってます、はい、うちには外野の右が期待できるほどいませんお願いします新戦力っていう、はい、でもだってそんなドラゴンズだから、いや本当まあ見るとね分かりますね、うんうん、でも非常に俺はもう本当にこの12球団の中で、うん、一番好きなドラフトは、はい、今年はね中日、うーん、里崎好みドラフト、はい、あ、じゃあまた来年も1位にしちゃうんじゃないですか予想、あ、それは分かんないね、それはもう正月に、はい、お正月いたすから日本一早い早いドラフトっていうのをね、うん、そこでね、まあ、ドラゴンズのね、はい、皆さんがねどうなってるか、あとなんかなんかのコメント欄で、はい、YouTube か何か忘れたけど、うん、なんかのコメント欄で、はい、あの福岡、うん、あ、多分 YouTube かコメントなんか福岡 の、はい、うん、あのイベントで、うん、ドラゴンズファンのご夫婦の方が来てくれてて、はい、謝られたじゃないですか、はい、あ、それ言いましたね、言って、うん、でそのコメントの中に、はい、なんか私たちのこと覚えてくれてありがとうございますってコメント入ってたの、その方々ですか、そう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 、うん、でご夫婦でって書いてたんで、あ、ご夫婦の2人なんだって言ってね、へでもよかったですね、こうね、佐々木は大好きなドラフトですよ、うん、まあ、だからってね名古屋地区の仕事を求めたりなんかしてないですいやいや求めてるって言ってたじゃないですかでももう行ってきたもん、あ、そうか、でも叶いましたもんね、それで呼ばれて、週刊月刊ドラゴンズの見開きで飾ったのよ、はい、時は来たっちって、はい、来てへんやん時は来たって来てへんやん、来てへんかったわ来年に、来年ね、楽しみですね、まあ、それはもうね、皆さん正月のね、うん、俺の予想を楽しみにしてもらいたいですけど、はい、でもこのブライト鵜飼、うん、で、まさかの下克上福本、うん、この3人はちょっと注目したいね、そうですね、うん、この右の外野3人がどういう風に開幕にね、うん、はい、先生どうですか開幕は、開幕はえ、こんなに褒めてるの、全員全員全員きつい、 え石森は、石森君、あ、石森はあります、石森はあります、外野3人の話から、外野3人はきついの、石森は、私はブライト君か鵜飼君は入ると思うよ、でもなんか無理だっていう何を見てたのか、こんなの俺が褒めてんのにね、そうそうそう、俺が一番好きやって言ってるのに何もかんの、うん、ブライト君ムキムキだったよ、知ってますよ、身体力めちゃくちゃ高いですね、うんうん、でも まだまだな、ちょっと修行が必要な、ね、まだ苦しむんじゃないかな、プロのたまに、あ、そうですか、まあ、私はブライト君入ると思います、そうなの、はい、まあ、俺は鵜飼君応援してんで、あ、そうですか、そう、うちの母親が働いてた病院が、うん、はい、あの鵜飼病院っていう徳島県鳴門市大見月店街にある、うん、この字を書く鵜飼病院で、そうそうそう、へで、しかもそこの一族は過去にあの日本ハムにドラフト1位された一人の鵜飼投手、ドラフト1位されてて、まあ、ちょっとプロでは成績残せなかったけど、はい、そこの一族の中でプロ野球選手も作ってて、はい、うちの母親が働きに行ってた鵜飼病院っていう、はい、鳴門市大見月店街にあります、うん、はい、里崎そこかかりつけ医です、はい、でもその鵜飼とこの鵜飼君は関係あるんですか、うん、分かんない、ずっと言ってたらこっちかも、どっかが枝分かれして、うん、分かんないけどね、はい、でもこう一緒の字なの、だから俺は鵜飼っていう字の人も応援するように決めてる、へえ、じゃあ鵜飼君がきっと、そうそう、俺は、ね、頑張ってほしいね、はい、うん、ブライト君頑張ってね、はい、先生はね、うん、誰も入れへんって言ってるから、はい、ふざけんなっつって頑張ってください、ね、はい、はい、来年楽しみにしましょう、はい。